突然ですが、皆さんは、バルログ、を知っていますか？バルログは、ストリートファイターシリーズのキャラクターで、スマブラスペシャルではスピリットとして登場しています。灯火の星では、カッペイの船で行ける、ワールドツアーの5番目にいるスピリットですが、今回はそのバルログを簡単に倒す、意外な攻略方法を見つけたので、紹介したいと思います。ファイターはプリンを使うのですが、どうするのかというと、ひたすら眠ります。私は至って真面目です。こんな感じで、寝ている間はなぜか攻撃してきません。さらに謎なのが、これが灯火の星の難易度が、難しいの時にしか起こらないことです。厳密に言うと、他の難易度だと、やりづらくなります。とても簡単だと、一番容赦なく攻撃してきます。常に動き回っているので、眠るを当てるのも難しいです。優しいだと、攻撃をほとんど出さなくなって、とても簡単よりは優しくなっていますが、動き回るので、これもやりづらいです。普通だと、優しいより横の移動が減りますが、ずっと跳ね続けるので、眠るが当てづらいです。時間をかけすぎると、チャージ切り札でやられるので、効率よく眠るを当てないといけないです。そして難しいの時に、不可解なことが起こります。まるで、我が子を寝かしている、母親のように見守ります。ちなみに、冥界からも戦えますが、だいたい、灯火の星の普通のような動き方をします。それくらいだと、頑張ってタイミングを合わせれば、この方法でクリアできます。ということで、今回はスピリットの、バルログ、の意外な攻略法の紹介でした。ご視聴ありがとうございました。